お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴブスパネやっていきたいなと思います。というわけで、まあ、新環境になってエレクトロジャイアントがこう、まあ、追加されたり、またゴーストですね、こちらゴーストとまたヒーラーに浮遊効果、まあ、浮遊能力というものがまあつきましたというところで、まあ、簡単に言いますと強化されたんですけど、空飛べるように、ね、なりました。なのでこういう崖か崖とかをこう普通にね渡れるようになりましたっていうのが、まあ、大きな調整かなと思います。まああとはマスケ、まあついでに三重種もね巻き添え食らって加工されちゃって、あの初撃ですね、こうまあユニットと、まあ、ユニットに攻撃する時の一番最初の攻撃ですかね、まあ初撃の速度がちょっと遅くなったっていうので、まあ若干痛い、マスケ三重種ちょっと痛い加工かな。で、まあ、その代わり、まあ、ゴースト、ヒーラーがね、ちょっとまた新しく、ちょっと変わったので、まあ、その辺もすごい大きくね、今後影響するんじゃないかなと、もう思います。というわけで、今回僕はね、ゴーストはすごい可能性感じててですね、もうね、ちょっと出したいんで、スパゲッティちゃちゃ出しちゃいますね。ゴーストが、まあ、渡れるので、ここをね、直接渡れるので、まあ、簡単に言うと、相手のこの高めマスケットとか、まあ、なんかこう高めの、まあ、何かユニットを直接ね処理しに行けるという部分がちょっとね強いんじゃないかなと思っていますね、個人的に。よいしょ。さあここは一発、いやーこれなー、一時交換したい、一時交換できないんですけど、まあよしとしましょうか。そう、まあ、高めのマスケット、高めのウィザードとか、この辺に出されたやつってすごい厄介じゃないですか。まあ、なかなか処理できなかったのを、まあ、直接殴りに行けるっていうのは、結構優秀な能力だと思うんですよね。まあ、あとは真ん中から出せるので、こう、相手の施設とかがよくね、真ん中にこう出されると思うんですけど、まあ、そういった施設とかも、こう、ゴーストで、まあ、処理しに行ける。まあ、かつ、まあ、ターゲットを取ることができるっていうのはすごいね、でかいと思いますね。なんかまあ、僕だったらよくロイフグとか使うんですけど、まあ、ロイフグデッキとか使ってて、なんか、あれですよね。こう、ボムタワーがすごい厄介というところで、ボムタワーとか出された時に、やべ、ああ、延命神。うわ、めっちゃいいザップやんけ。まあまあまあ、これ一回ね、置きましょう。相手スケラなんで、守れば多分大丈夫ですね。縦線も3が困ります。そう、真ん中のゴースト出してあげることによって、なんかボムタワーは置きにくくなったりだとか、まあ、もし置いても、なんかギリギリのなんか場所が変なとこになったりだとか、まあ、なんならその場所に置いてきたら置いてきたで、あれですよね、なんだっけ、ゴーストがボムタワーとかを殴って施設を殴って、あ、待って、相手のめっちゃフリーズしてる、やばい、これやばい、待って、負けるこれ。ゴーストちょっと早めに出してあげて、スケルトン部隊出させたいですね。スケルトン部隊を突破するのが大変、一回これ待ちますね。スケブか？これメガネって踏むか？あー、許容ですね。あ、これ待って、スパーキー巻き込み、たまたま。いや、入んねえな。さあ、スケラの受けはいいんですけども。さあ、来ますね、これまた。耐えたいですよ。よいしょ。さあ、さあ、フリーズ来るな。フリーズ来た。どっちのタワーが危ない？いや、耐えれる。やるな、これ。で、ここにちょっとゴースト出してあげると、相手もメガネとかすごい出しにくいと思うんですよね。いや、いい、入ってる。なんなら入れ。なんなら入らんか。いやー、惜しい。ちょっと待って待って。真ん中ゴブジェイです。これ真ん中ゴブジェイで。やばい。ザップ欲しい。いや、ちょっと焦ったか。いや、やりゴブ。一発。やばい。ファイブザップ。落ちる。落ちないと負ける。落ちるでしょ。50。うわ、け。来た。危ねえ。ちょっと待って。危な。フリーズでちょっとワンチャン持っていかれそうでしたね。オッケー。まあ、でかいですね。そう、今回、まあ、相手が施設とかなかったので、まあ、特にゴーストが今までと何か違うって言われると、まあ、変わんないんですけども、施設持ちに対してはね、すごい変わると思いますね。あとは、なんか飛んでるので、スケでゴーストを囲めなくなったみたいで、なんか、スケで今までゴーストを3回受けれてたのも、もう一発でね、スケバーンとやるようになったので、小物系に対して、すごいゴーストは優秀なんじゃないかなと思います。さあ、早速ね、このタワーの上を飛んでるっていうのも、ちょっと違和感がありますね。まだ慣れてないんでね。はい。よいしょ。さあ、暇なので、ザップでも打っちゃいましょうか。アイスウィズとなると、まあ、遅延スケラであったり、まあ、遅延ゴレであったり、まあ、なんか遅延のロイジャイとか、まあ、なんか、トルネードが多分入ってそうですね。よいしょ。というわけで、これはね、
ボーラーアイスイズベビー、あ、ウルスケだ、バルキリーとインドが多分入ってるスケラーフリーズデッキだと思いますね。さっきもスケフリで今回もスケフリなので、もしかしたらスケフリ入ってるんですかねさあ、まあ3画ごと縦の戦士があるので非常に僕としては結構相性良さげで、同サイドばっか行ってると、おーすごい面白い、あの墓石とスケラだ、同サイドばっか行ってると防衛フリーズとかこんな感じで防衛スケラでね全部止められちゃうので、こんな感じのゴーストとかね逆サイに出してあげることによって、相手としてはね結構ねダメージをこう受けてしまうような感じになると思います。さあこのベビドラはまあ暇なんでザップ打つぐらいかな、でまたケツスパから入っていこうかなと思います。このスケラに対して縦の戦士と、まあ、3画後っていう、まあ、スケラメタが2枚あるっていうのはね、またこうちょっとね相手としては苦しいというかね厄介な部分かなと思います。さあケツスパしていきます。で逆サイキャも縦の戦士あるんで、まあ、バルキリースケラとかされると結構厳しいんですけども、 OK ですね。ここはあ、まあ、逆サイにミニペッカだとゴブジェミニペとかでいけるんですけど、まあ、ここは一旦落ち着いて同サイでもいいのかなと思いますね。で斜めに入れてあげることによって、このねボーラーの石がね当たんない、いや当たってるやんけっていう感じなんですけど、そこワンチャン5ザップで飛ばしてあげて、うしさあゴブジェのね攻撃を無理やりでも通していきたい。いやー相手めっちゃいいトルネしてますね。うわー、さああと1100ですね。多分スケラっていうかスケラでしたね、普通にスケラ出てたので、僕としてはオッケーオッケー、一旦ねしっかり耐えれば負けないと思いますね。耐えればね。さあで陸が今相手墓石しかないので、まあ一旦ゴースト飛ばして墓石とかをね使わして、オッケー、いいいい、飛べ飛べ、しっかり飛んでけ、お前の能力は飛ぶことだぜゴースト。でここは結構チャンスじゃないのか、5打って墓石壊して、このゴブジェのダメージをねちょっと入れたいですね。で攻めマスケをするものの、多分これにまたバルキリーとか当てられる可能性があるので、またスパーキーを展開しつつね、ゴーストを逆サイドにしてね、いやこのね両サイ攻めができるのが、まあ、ゴーストの強みかなと思います。いやこれスパーキーにザップなのかな、ザップっぽいっすよね、ザップじゃねえ墓石か、あーミスった。いやこれは一旦ね待っていいですね、まあ、一旦ケツマス負け筋をねちょっと減らしましょうか。いやこのマス系ケツからもちょっと怖いですね。スケラ来たらハシメゴブジェいきます。来ない、これ一回端まで止めて、よいしょ。でここでもしフリーズとか来ても、あの僕のゴブジェがね刺さるので、相手はフリーズをなかなか裂きにくいと。オッケーオッケーオッケー、いやアイスイズトルネで持っていかれるが、ちょっとやばい、ちょっとやばいですよ、流れがね急に、流れが急に変わっちまったな。おい耐えろ、一旦高めスパからね入っていきます。いやこれはね勝ち切りたいっすね、さすがに。さあマスケで縦の戦士、オッケー、これでポイズンか、相手そういえばポイズン使ってましたね。オッケー、これで両サイね、ゴーストもうちょっと外から多分出せますね、なのでもうちょい外から出してあげてもいいのかなと思います。でこれマスケ追加で絶対きつい、これザッパン、オッケー来た。いやーこの攻め立て戦なんか微妙だけど、オッケーナイス、グッドゲームですね。まあこれはさすがにちょっと相性が良かったですね。これは勝ちたいですね。というわけで、ちなみに僕は、いちごタルトとチョコタルトが大好きです。ごめんなさい。よーし、行くぞ。さあ、順調ですね。まあ、またまた待ってからスパーキーで、まあ、このデッキというか、ゴーストの強みがやっぱ消えることなので、ゴーストの、こう、まあ、本領発揮というか、力を発揮させるには、なんかこう、最強の形というものがありまして、ゴースト、縦カードスパーキーとかゴースト縦カードユニットの形が強いんですよ、まあ、なのでこのデッキで言うとゴーストゴブジェイスパーキーなんですよ。だから普通だったらゴブジェイスパーキーで、まあその辺にゴーストみたいな感じにしたいと思うんですけど、違うんですよね。ゴブジェイの前にゴーストがいることによって、こう相手はそのゴーストの受けとして何か陸ユニットを出さないといけないんですよ。じゃないとゴーストがねタワーに入ってしまうので、でもそれを割くとスパーキーに打たれてしまうっていうね、もうこの最強なんですよ。なのでその形をぜひね、うわやば優秀かその形をぜひねこう作るように意識してみるとちょっとね勝ちやすくなるのかなと思います。さあゴーストとりあえず外の辺に出して、スパーキー対決なんですけど、相手が
なんかすごいやついましたね。スケラーがいましたね。スパーキースケラですね。サンガゴスケルトン部隊とかいるのかもしれないですね。ミニペカ、まだわかんないですね。マスケサンガゴ、コウモリの枠がサンガゴで、スケブがいそうな気がするんですけどね。うわ、びっくりした。はい、あのですね、そう、全然この動画で話してなかったんですけど、こう、まあ、ポノスのみんなで今ホテルにね、みんなで泊まってる、感じでございます。あの、僕の目の前でパンツ一丁で飲み物飲まないでください、マジで。動画撮ってるそう、あの、みんなでホテル泊まってるんですけど、まあ、遊んでるっていうわけではね、ないんで、マジでこれはね、こう分かってほしいんですけど、単純にですね、なんか 2v2 のメンバーで集まってるんですけど、なので、まあ、テンゴットと焼き鳥と、まあ、僕とライキさんの4人で泊まってるって感じで、なんですけども、あ、これやべえな、ちょっと。サンガコと突然咲いたからか、このタイミングのスパーキーは。スパーキーじゃねえ、ジャイは。で、ここちょっとザップ立つに、頑張って耐えて、カウント、うわ、ゴーストやば、見て、タワーの上にいる。キモくないこれ。さすがに。いや、これね、ちょっとワンチャンザップって突破したいけど、やな、雨が強え。やな、雨が強えな。いや、ちょっと待てよ。待って、普通にやばい。これはちょっと一回ね、立ちます。あのですね、まあ、2v2 の練習をしたいので集まってるんですけども、こう、まあ、会社でね、普段集まってやってるんですけど、会社だと、こうやっぱまあ、ずっと折れないと言いますか、夜になるとやっぱ帰んないといけない。会社に泊まるっていうのはさすがにできないので、まあ、なんかそういう部分で、まあ、ホテルとか、まあ、誰かの家に集まると、歯磨きの音入っちゃう。歯磨きの音入っちゃうんでダメです。そう、誰かの家に泊まると、よいしょ、これはもうシャーなしで行くしかないです。わー、で、いや、これうまいな、相手。ザップ打ったらスケルトン部隊突破できないっていうやつですね。いや、そう。なので、まあ、夜遅くまでやれるっていうのが、まあ、メリットですね。まあ、なので、こう、ホテル取ってね、みんなで集まって、つぶつやって、で、今はみんなゆっくりしてるって感じですね。よいしょ。さあ、というわけでですね、なんかもう、でも久しぶりにね、ホテルとかに来たので、いやー、ちょっとこれは、ちょっとこれは厳しいですね。ちょっと負けたんで、もう一戦行ってね、勝ちたいなと思うんですけど、こう、な、去年とかは、韓国に、まあ、1年のうちに2ヶ月、2ヶ月、もう4ヶ月とか、約半年ぐらい、韓国行ったりだとか、まあ、その前だったら台湾に行ったりだとか、結構海外に行くことが多かったんですけど、まあ、今年はオンラインのね、試合っていうのもありつつ、なんかホテルに泊まるとかがすごいなかったので、なんか久々にこう泊まってみんなで、まあ、2v2 とか 1v1 やったりだとか、まあなんかわちゃわちゃしたりも、しつつするっていうのがちょっとね、楽しみで、久しぶりな感じでね、すごい楽しくてね、なんかこう修学旅行を思い出すかのようなね感じで、めっちゃ楽しんでね、まあ最高ですね。なんかみんなとかも、まあ学生とかが多分多いと思うんですけど、まあ卒業旅行とか高校3年生とかなったら、まあみんなで卒業旅行とか行くのとかもすごいね、いいと思いますね。なんかちょっと言ってみたら、行こう行こうって多分なってくれると思うので、ぜひね、こう思い出としてね、行くのはすごいいいんじゃないかなと思います。というわけです。さあ、今回親衛隊ですね。で、スパーキー使ってて、親衛隊って結構厄介なんですけども、まあ、今回は先に相手が親衛隊出してくれたので、これも5打って、5と神のゴーストで、いや、ヒースピーやばい、ヒースピーやったけど、いや、いいですね、このゴーストが強い。ただただ普通に強い。まあ変わってないんですけどね、このゴーストはまだ。川を渡れる。川を、崖をね、飛べるゴーストですね。さあ、ここは、いや、待って、ああ、惜しいな。アド取ったと思うんで、ここ三角で許容して、端前ゴブじゃ行くと、結構きついと思うんですよ、相手。これザップ構えて、すべてのユニット何かにザップ打てば突破できる。いや、ベビーはなー、無理だな。オッケーで、親衛隊ロイフグなので、まあ、これの前に出せてもロイフグ。でも、コスト的にきついと思うんですよね。出せたら僕が厳しいんで、オッケーオッケーオッケー。ここマスクで回収してあげて、もし来たら、ま、5か縦線。オッケーオッケー。5打ってきたら、ま、縦線でね、守って、いい感じですね。で、また親衛隊が多分来るかな。まあ、一旦ゴースト流して、これで逆サイロイフグ、出せないよね。で、スパーキーかな。いや、これ逆だな。ゴーストなんか地味に浮いてるの気づかねえな。やっちゃった。さあ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 。オッケーオッケーオッケー。これ相手がケツからスパーキーじゃなくて親衛隊合わせてくれるのは結構助かりますね。で、しっかり受けて、ロイフグ来たら5かな。で、ここ3が5で、さては突破できる。5サイト。
いや、もう一回ゴブジェ欲しいな。もう一回ゴブジェ欲しいな。で、相手もどうする？これちょっと受けが厳しいよ。いいね。いいや。いいね。で、これは、ちょっと共有します。これ多分形作ってワンパンできる説があるんですけど、いやー、突破します。左マスケで防衛でいいと思いますね。で、3が5を攻めで使って、ベビドラを突破、ワンチャン。あ、これあれだ。5打ったら、このゴブジェイが、ええ感じに。いやー、イェイ、溶かした。あー、でもこれまた5掘りですね。いや、でもいい。今んところダメージ勝ってるので、僕が負けるパターンとしては、まあ、相手のロイホグがぶっ刺さるぐらいなので、このタイミングで逆サイロイホグ来られると、僕が5を打たれた後で結構やばいので、気をつけたい。あー、ちょっとだけかわしてね。やばい、待って。やばい。これはね、ゴリゴリ言っていい気がするな。受けがないでしょ、これ。マスケに打て。来た！これで、しかもなんなら縦の選手も使った。いや、逆のゴーストが入る。うわ、タゲ変わってる。いい、ナイス。これザップって。いい！来たー！グッドゲーム！危ね！これはね、ゴーストがね、頑張ってくれましたよ。陰でね。そんなの？今回、まあ、相手が施設持ちじゃなかったので、だから高めのマスケットとかっていう場面がまあなかったので、あんまゴースト変わってなかったんですけども、全然こう、すごい可能性があるようにね、なったと思うんでね、皆さんもぜひこのゴブスパね、あのまあゴーストといえば、ペッカ工場ですね。スケドラが解放されて、まあ、ヒースピもちょっと良くなって、結構ペッカ工場も増えてくると思うんですよね。なので、この縦線型だと、そのペッカにもね、戦えると思うので、ぜひね、皆さんこちら使ってみてくださいというわけでおります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。